巨人はですね、うん、サバイバルポジションがファースト、うん、セカンド、なんか話いろいろ聞いてると、はい、吉川も安泰じゃないらしいの、怪我があったからね、うん、ファースト、セカンドで外野がボランコとウォーカーがいるのよ、はい、だから松原も安泰じゃないらしいのよ。そうですね、うん、で下手したら丸もちょっとちょこちょこしてると、はい、ボランコ、ウォーカー、松原まだあるからね、何気に、はい、ファースト、セカンド、うん、外野、外野こう誰が本当にちゃんとこうスタメンになっていくのかってまだ見えないですね、まあ、丸がね、うん、最有力だけども、はい、安泰じゃないね。そうですね。でもまあ松原、丸、勝谷、うん、ボランコ、ウォーカー、まあ、この中誰かだね。そうですね、まあ、でファーストは中田を使いたいらしいのよ、感じ的に、はい、でもまあまあ確定じゃないよね。坂本、岡本決定で、キャッチャー大城、小林で決定、うん、はい、でボランコ、大川はまあ使うよね、まあ、最初は使いますよね、取ってきたんだからね、うん、だからファースト、セカンドだね、サバイバルは。そうですね、あとまあ決まってそうな、その外野誰になるのか、まあ、丸か松丸だよ、うん、まあ、どっちかで、はい、ボランコ、大川、はい、ファーストセカンドだ。そうですね、だからセカンドに吉川とかね、うん、まあ、若林もそうだし、そういったところでね、ファーストだと中田選手の他に中地ね、ああそうだ、うん、中島選手、はい、あとウルトラシード大城がファースト来るっていうのもね、うん、で若林もファーストできるしね、そういったところではまあファーストセカンドだね、うんうん、サバイバルポジションは、はい、であとピッチャーね、ピッチャーは菅野ね、はい、先発は、はい、で戸郷、山口ね、はい、アンドリースね、新外国人のアンドリースと、うん、でもう一人外国人最近取ったよね。あ、そうですか。ショーメーカー、14年ア・リーグ最高勝率、へー、35歳、結構ベテランだ、うん、もう取ってるからね。あとは高橋ね、うん、巨人はね外国人問題があって、で他にあのデラロサ・ビエラ、ウィーラーもいます、でウィーラーでメルセデスっていうところもいるんで、うん、まあでもボランコとウォーカーは絶対使うと思うんで、はい、でウィーラーが控え、はい、でピッチャーはデラロサ、ここにアンドリースか、はい、ショーメーカーを多分入れてくると思うから、はい、だからピッチャーがね、もし先発外国人2人入ったら、うん、菅野、戸郷、高橋、山口で埋まっちゃうね。埋まりますね。リリーフがビエーラ、デラロサ入ったら、うん、中川でしょ、はい、畑とか鍵谷とか大江、うん、高梨、ピッチャーはもう両方で1個だね。ですね、枠、うん、ないですね。いや、いるのよ、うん、数はね、いますね。でそこそこ1軍でいけるのもいるからね、うん、この7人の外国人選手をどうやって使うかによって、はい、野手もピッチャーもちょっと枠が変わるね、うん、先発リリーフで1個、はい、ファースト、セカンドだね、はい、うわー、あんまないですね。そうだね、うん、でもやっぱね3位からの逆襲していかなきゃいけないというところと、はい、まあ、あとやっぱ中谷のファーストかかってると思うよ。そうだ、中田選手にとってはものすごい勝負ですよね。そうそうそう、ね、何気にここうまくはまればね、うん、一気に打線が活性化されるんで、はい、あとは外国人含めた外野をどうするのか、松原どうするのかっていうところがね、うん、非常に気になるけども、まあ、サバイバルはそんな感じかな、はい、すごいですね。レギュラー平均年俸が2億7578万ってすごいですね。それだって菅野が6億だからね。あ、そっか、菅野、坂本で12億だから、丸で4億5000万だよ。わお。で他の球団だって何千万みたいなところも、だって6億とかいないからね。そうですね。